よいしょ、僕ゲームでございます。今回はですね、ウィルアプリ動画の方をやっていきましょうということで、今回はですね、自分のね、サッカー界で言ったらね、好きな選手トップ3ぐらいに入るですね、グリーズマン選手使っていきたいと思います。今がですね、レベル49、一応ね、60まで上げれるようにはしてるんですけど、ちょっとずつね、育ててるといった感じで、今ね、総合値94で ST。で、今回はね、前回、ロナウド選手をね、あるポジションで使ったんですけど、グリーズマン選手、今回ですね、ロナウド選手と同じ OMF で使っていきたいと思います。ポジションがいろいろこなせるっていうのはね、グリーズマンの強みで、かつですね、この選手、能力見ていってもね、大体攻撃のところは強いんですよね。大体強いんだけど、ここ、ディフェンスボールダッシュもあるからね、2019ではちょっと下がっちゃうのか。あとは、ここの、チェイシングとかも活かしてね、OMF での守備でも結構強いんで、今回はウィルアプリ2018、オムフグリーズマンの方を使っていきたいと思います。じゃあね、早速、試合の方行きましょう。どうぞ。やったら、はい、ということでね、試合の方やっていきましょう。おしわとん。グリーズマン、メッシ絶好調。これはでけえ、これはでけえっすよ。でカバーにも絶好調か。カバさん絶好調きました。すごいいい並びですね。であとはバラン入れて、キーパーぜひは不調だけど、ここはねそのまま使っていこうかな。よし、ということでお相手のメンバーが 4-3-3 の形ですね。よろしくお願いします。真ん中ロナウドですか、怖い選手ですね。よし、頑張っていきましょう。OMF グリーズマンね、ちょっと前にロナウドの OMF 使いましたけど、グリーズマン、ロナウドね、適性はちょっと薄い感じなんですけどね、グリーズマンのね、OMF もかなり強いんですよ、実はね、ボールためれて、ワンツーの2列目からのスピードも速いですし、個人的にやっぱりグリーズマン好きですから、この選手ね。そう、ここのね、ワンツーの時にね、ダメか。でも今のところで、ワンタッチパスつけてほしいよな、グリーズマンに。めっちゃ欲しい。で、チェイシングとかも持ってますから、守備のところでもオムフで活躍できるんじゃないかなと。OK、このインターセプター狙って、ただそこなんか。いや、うまい。それはうまい。サンチェス怖い。サンチェス怖い。これを、いやー、でここにね飛び出しているという、いや強い強い、いやー、これ決めたかった。でも今みたいにね、ペコーマンのオムフで使うとああいうサイドに流れたりもしてくれてるんで、そこまでかいですね。ロナウドに勝てないか。オフサイド。カバーに絶好調だから、ゴールキックっていうか、こういうね、ちょっとプレスキック的なところはね、カバーニに蹴りたいんだけど、オッケー、飛んでったね。飛んでけー。この細かさ。いやー、グリーズマン細かいからね、細かすぎて伝わらないドリブルやってくる。カバーニ狙おう、これ。いえ、カバーニ絶好調の力、ダメか。クリアだ。クリア大事だからね、やっぱ。ゴレツカ当てて、ピャニッチを。どうしたどうしたどうした。フィリペ・ルイス、お迷子。迷子のフィリペさん。あなたのポジションど、ちょ、待って。音程もひどいし、音程がひどすぎるっていう。いや、ナイス。いや、うまい。グリーズマンいける。グリーズマンのうまさが今。カバーニの高速。勝てえ、勝てえ、ラスト侍勝てえ。いや、これはいける。やばいやばいやばい。あっぶね。危ねえの2連打。危ないな。グリーズマンの力を。オムフグリーズマン。ナイス。内部。いやー、マジか。誰だ、今、弾いたの。いい抜け出しだと思ったけどな。シュートコーナーしよう、シュートコーナー。ショートコーナーでここに当てて反らすパターンいこう。カルバハル、グリーズマン。ループ。いやー、神ループ。グリーズマン、オムフグリーズマン。見ました、今のループ。いやー、気持ちいい。やっぱね、相手キーパー誰、クルトワだっけ。あそこのやっぱり、ああ、いい守備、いい守備、守備も頑張るよ、グリーズマンは。大丈夫、最後だけ頑張ろう。そう。そのね、やっぱ最後のところだけやらせないっていう気持ちが大事なんでね。マジでオムフグリーズマンが使いすぎてんの、ほんと。で、ここで上がってるのも見たいよね。いや、いい抜け出し。これ無理。うわー、これ無理だ。今のもでもね、もうちょっと多分横に流してればいってるかもしれない。インステップ、インサイド付近でこう、すくい上げる感じで、ちょっとね、今、トーキックじゃないけどね、気味になったんで。いや、でもほんと守備もしてくれるし、ありがたいよ、グリーズマン。強いし。オッケー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 。グリーズマンのループでまずは1点ですね。まあ、攻め込めてもいるんで、このまま行きましょう。いやー、使いやすいんだよな、本当に。オムフグリーズマン使ってる人いるかな。結構ね、アプリとかで、トップしたオムフの選手がね、不調になったら、センターフォワードとかで、まあ、起用ね、スタメンとかしてても、オムフでグリーズマン入れたりするんで、そうそう、本当にチャンスメイク力も高いで、自分でもシュート打てますし、コンカとかも持ってるんでね。いや、それは大丈夫。やばいやばいやばい、それやばい。危ねえ。あそこら辺怖いな。クリアした方がいいな。さあ、蹴り込みます。カバーに勝ってくれ、カバーに勝ってくれ。ナイス、グリーズマン。今回いけんじゃねこれ。いやー、無理か。相手のプレスがね、ちょっと甘かったんでね、いけるかなと思ったけど。まあでも本当にああいう感じで狙っていけるからね。特に今回絶好調だし。来た、グリーズマン。グリーズマン、ここ。ナイス。もう一個。いやー、グリーズマンいいねー。もうね、本当にここ動いてほしいっていう動きしてくれるからね。ここ来てっていう。そこにね、行ってほしいっていう動きしてくれますから、グリーズマン。あ、ということで、ギブアップかな。いやー、楽しかった。はい、ということで、今回ですね、オムフ・グリーズマンの方を使わせていただきました。すごくね、楽しくできて、まあ、ループシュートの方もね、最近ハマってるやつも決まって、あとはね、動き出しの部分、前半ね、まあ、ミドルシュートとか惜しい場面ありましたけど、ああいうのもしっかりね、決めていければ、あと、抜け出してね、裏に斜めに抜け出して、ループシュートだったら入ってたかもね、根幹にしたやつ。まあ、リプレイの方もね、ちょっと今回のグリーズマンのね、流そうと思うのでね、ぜひそちらもご覧ください。ここにね、飛び出しているという。いや、強い。強い。いやー、この細かさ。ナイス。内部。いやー、グリーズマン。ループ。いやー、神ループ。いやー、いい抜け出し。これ無理。うわー、これ今回いけんじゃねこれ。いやー、無理か。特に今回絶好調だし。来た、無理だ。グリーズマン、ここ。ナイス。もう一個。いやー、グリーズマンはい、ということでね、今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。またですね、ウィリアプリ、いろんな選手ね、いろんなポジションで使っていこうと思うのでね、ぜひ皆さんのね、この選手ここおすすめですよとかあればコメント欄でじゃんじゃん待ってるんで、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、皆さんまた会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクープランプロ